楽器の中で最も幅広い音域を持つといわれるパイプオルガン。このパイプオルガンを使ってあなたの耳とオーディオをチェックしてください。これはピアノの調律でも使われるアーの音、440Hz です。この音から1オクターブ下げてみましょう。220Hz の音です。では、さらに1オクターブ下げた110Hz から下へ行ってみましょう。55.5Hz。 あなたのオーディオ装置で確かに再生されていますか？壮大なパイプオルガンならもっと低い音域まで引き出すことができます。あなたの耳はどこまで感じられるでしょうか？オーディオにおいては人間の耳にも聞こえないこの低音域がきちんと再生されないと耳に聞こえる音楽の波形にまで悪影響を及ぼす恐れがあります。インテグレーテッド DC アンプテクニクス 75A。 プリアンプを通さなければ働かないと言われた DC アンプの常識を破って 75A ではテープやチューナーからの信号はストレートに DC アンプへ送られます。この新しい回路構成が低音の究極点 0Hz までもきっちりと再生するのです。隠された音の領域に目を向けて、アンプは今第三世代へ。インテグレーテッド DC アンプテクニクス 75A 62,800 円。テクニクス